宇宙世紀元年、人類宇宙移民を開始、宇宙世紀に移行、宇宙世紀0058、サイド3独立宣言、ジオン共和国樹立、宇宙世紀0059、地球連邦政府サイド3への経済制裁発動、宇宙世紀0069、ミノフスキー粒子が確認される、ジオン公国宣言、宇宙世紀0078、ジオン公国国家総動員令を発布、そして宇宙世紀0079、ジオン独立戦争、その戦場に次々と配備され、宇宙世紀に名を残していったジオン軍兵器たち。しかしその陰には、表舞台に立つことのないまま闇に葬られていった兵器もまた数多く存在する。第603技術試験隊、その任務は新たに開発されたジオン軍の試作兵器を戦場において運用評価することにある。完全な人間がいないように、完全な兵器などない。この第603技術試験隊は開戦直前に慌ただしく編成されたゆえに、集まった人々は様々な問題を抱えている。ここに送られてくる試作兵器のように、これは歴史の闇に埋もれた兵器とその人々の物語である。ついに開戦を決意した我々は、一刻も早く最前線に新兵器を。そのためには、新しく編成される第603技術試験隊による試作兵器の状況における実践試験が急務とな。期待しておる。すまんな、オリバー・マイ技術中尉、君たちのような大学を出たばかりの技術士官を魔女の鍋に放り込まねばならんと。は？603は市中軍属の運航する船、技術、さらには目付役として総帥直属の特務隊員も乗り込む。特務隊員、技術の価値、真に価値のある技術は正しく、では初の任務として、これは試作艦隊決戦砲ヨルムンガンド、連邦主力艦をその射程外から狙い撃つ大蛇。ヨルムンガンド。第603技術試験隊はパプア輸送艦と会合し、ヨルムンガンドを収容した後、はっ、大蛇はルームに消えた。
宇宙世紀00791月15日、我がジオン公国軍と地球連サイド5、この作戦に際しジオン側は巧みな罠を仕掛けたとある情報を、ジオン公国はブリティッシュ作戦の不満足な第二次ブリティッシュ作戦を決行。この情報に開戦以来、そしてヨルムンガン、確認はできているな。発射体制用意。発射体制よし。初弾装填。初弾装填。さあこいつでどうだ。
ンネル。
その場を譲られたし、モビルスーツの襲撃は作戦計画に則った行動なり。シャア・アズナブル中試作艦隊決戦砲ヨルムンガンド。技術ルームにおける艦隊決戦に際し、
ヨルムンガンドはその砲弾を放てり、うち一撃は手しかれども、間接射撃指示未到着ゆえに余すさえ実戦運用せるアレクサンドロ・ヘンメ大尉を失ったことは、603技術試験隊にとって遺憾である。仮に同時投入された他の機動兵器と結果は、おのずと宇宙世紀00791月17日オリバー・マイ技術中尉、ヨルムンガンドは今どの戦場においてもその姿を確認されていない。Thank you.